한국에 있는 친구들 안녕하세요. 슈입니다. 皆さんこんにちは. 슈です. 今日は 비빔밥 먹는 친구들 안녕하세요. 슈입니다. 皆さんこんにちは. 슈です. 今日は 프루츠를 作って 한국에 있는 친구들 안녕하세요. 슈입니다. 皆さんこんにちは. 슈です. 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 今日は 한국에 있는 친구들 안녕하세요. 슈입니다. 한국에 있는 친구들 안녕하세요. 슈입니다. 皆さんこんにちは. 슈です. 한국에 있는 친구들 안녕하세요. 슈입니다. 皆さんこんにちは. 슈です. 한국에 있는 친구들 안녕하세요. 슈입니다. 皆さんこんにちは. 슈です. 안녕하세요. 슈입니다. 皆さんこんにちは. 슈です. 오늘은 슈TV 1년을 정리해보겠습니다. 今日は 슈TV 1년간을 まとめたいと思います. 예! 8月31日に 비빔밥の動画を始めて 1년 経ちました. 豆もやし. 네, 비빔밥の動画の時思い出しますか? 小松菜です. ちょっとだけ思い出します。すごくね、恥ずかしかったんですね。はい、ちょっと声小さかった。シュTVは1年間74本の動画を作りました。イエーイ、頑張ったね。皆さん、それよりシュTVで一番人気の動画を知ってますか？ランドセルです。ランドセル。 なんて人気あるかな。韓国と日本のカバンが違うからだと思います。そうなんだ。はい、皆さん一番人気ないのは何だと思いますか？ハロウィンメイクです。あ、ハロウィンメイクの動画。96回ですね。<笑><笑> 洗う時にすごく苦労してやったんですけど、人気なくて残念です。大丈夫よ。一番評価が高い動画はブルダックポックミャンです。評価が今お湯を取りました。いいよが一番多いですね。調べてみたら162回でした。 これがいいよ。いいよがだよ。いいよがだよ。じゃあ反対で、これは一番悪いのが多い動画は納豆です。イエーイ。納豆は良いよも多いし悪いも多いんですけど、74本の動画の中で一番悪いが多かったんです。 19回です。うん、大丈夫だよ。ね。私が今まで一番好きな動画は、ポッキーです。あ、ポッキー。ポッキーで何が面白いかって言ったら、ルダの動き方で、ルダがなんか初めダンスを踊ってて、なんか、 こうなんかしてたね。真似したよね、ルダも。なんか、あとなんかママを睨んでたのか。今日は。あ、ルダはママのこと睨んでたのね。こうやって。人気ないですが、ママは一番良かったのは楽しく撮ったのは、ゾンビの映画です。ゾンビの映画もあんまり。 すごく短い映画ですけど、すごく面白かったよね。私がゾンビでママを噛むときになんで笑ってかというと、なんかゾンビは肉が大好きから笑ってました。<笑>ああ、そうだね。ゾンビなのになんでそんな笑顔なのって思った人もいるかもしれないよね。はい。
はい、一生懸命撮ったんですけど、残念ながらアップできなかった動画もあります。そうだね、それはチームラボです。はい、いろいろな暗いところ、うん、遊びがあったんですけど、残念ながらできませんでした。なんかいろんな声がね、うるさい、ちょっとうるさくて、あとね、暗いちょっとね、暗かったから画面がね。あとその時ルダがなんかちょっと泣いてました。うん、それでね、じゃあ、うん、あともう一個あります。はい、それはじゃ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 ん、レゴです。あ、レゴね、パパと作ったレゴ、マンドラ焦げすぎだ。一生懸命作ったんですけど、なかなか時間、うん、時間的に長すぎてね、長くてちょっと、あと完成できませんでした。はい、ちょっと諦めちゃいましたね。ほよんほよんほよん、もう一個あります。それはデレレ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 、なんで運動会です。あ、去年運動会の動画を撮ったんですけど、すごくママ撮ったんですけどね、ママがカメラの使い方はよくわからなくて、ね、下手でね、それでちゃんと綺麗に撮るのができませんでした。カメラがボヨボヨボヨ。今度運動会また始めますよね。はい、10月に、うん、4年生の運動会。それで、その時、はい、ちゃんと撮って皆さんに見せます。はい、日本の小学校の運動会楽しみにしてください。はい、皆さん、もうすぐ登録者人数が1000人になるそうです。ありがとうございます。はい、では今日はここまで。じゃあ